よし、じゃあやっていきましょう。ドールハウス。1,2,3,4 ここまで来た。次は何だろうね。26で、あともうちょっとで解放されるな。まあ、いや、とりあえず行きましょう。あ、ここは見たことあるような気がする。いや、でも病院か？ドクターなんとか。うわ、いるわ、もういる。うわ、なんかさ、え、模様書いてあるんだけど。一瞬入れ墨かなと思ったけど、なんだ。ダーンだ。で、ここは行きたくない。あ、行けないわと。いる。向こうもいるな。うわ、来たことないところだ。病院だ。なんか死体みたいな感じのあるんだけど怖い。で、ラッキー。死体安置所じゃん、これ。うわ、来てる。これは別なやつかな。ないね。何の音？で、破片。あ、来た。うわ、来た。ビビる。あ、ここの胸のあたりの罰がちょっといやらしいですね。一回使ってみようか。なんていうやつですか。でも倒さないとあれなんだよな。二回やってもダメなの？うっそ。ちょっと待って、すごくない？超強い。あ、あったな、ストック。で、赤があった。とりあえず、来てるね。今回は、来てる。来てるね。こう閉める。うわ、なんか飾られてる絵が怖い。で、来てるね。ただちょっと敵が強いから倒さない。早くない？やべ、迷った。あ、あったここにあったけど、ちょっと待ってね。 OK。 あ、こう。あ、ドクターまた向き直った。あった、ここにあった。うわ、来てる。すげえ怖い。ただバイバイと。あった、来てるな。お、来た、黄色。ちょっとここにこういましたね。え、来てる。ちょっと待って。これ相手にした方がいいのか。どっちなんだ。来
てる、もう一体来てるね。クソ。クソとか言っちゃった。ちょっとこういう感じで。お、あった。なになになに、倒れてんだけど。びっくりした。ストーリーがね、難しすぎて内容が入ってこない。危な、ビビった。来てる来てる来てる。一旦ここに入ろう。いる。お邪魔します。お、なんか ここでさ、電話のさ、あのツーっていうなんか音が聞こえる。なんかこの絵も怪しいな。ビビったね、久しぶり。お、うわー、また別なの。暗い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 。何なんかほらなんかほら、もやあ、怖っ。で、結構溜まったんじゃないかな。これじゃない、ミゼリーだ。ダーンじゃなかった、ミゼリーでした。見えてなかった。あ、ダーンって何、2種類いんの。あ、ダーン。このマネキンは通常より2倍速く移動する。簡単にフラッシュの対象になる。ダーン。ミゼリー。このマネキンは一度対象を狙い始めたら、休むことなく動き続ける。簡単にフラッシュの対象になる。あー、なんだ。二人いたんだ。あ、当たった。こういうさ、道端に置いてあるから結構ね、見づらい。で、これがあんまり、ビビッ。すげえビビる。ああ、これ取れない。うわっ、うわっ、ちょっ、あ、ああ、あなたか。やめて。そういえばあの子はどうなった。これだ。あの子はあなたのフォーカスを操作できる。え、どういうこと。フォーカス、え、フォーカスってあのフォーカス、え、じゃあ使えないってことか。じゃあちょっと一旦使ってみようか。いきます。うわっ、やべやべ、来てる来てる来てる。やべ、近いよ。近いぞ。やべやべ。やべ、嘘。危なかった。ちょっと待って、今。あのさ、すぐさ、こう、フォーカスを取り消しにできないの。キャンセル。あれなったら、もうほぼ死。ただ待つしかないよ。使わない方がいいな、これ。ちょっと待って、一旦ちょっとここで休もう。スタミナがやべえ。危なかった、今ギリギリ。右クリックで解除できるんだけど、それが出るまで遅かったよね、今ね。うわ、ビビった。あれきつい。フォーカス使わない方がいいかもしれない。自力でメモリーとか探した方がいいかもしれない。あった。こっち来てないな。あ、あった。とりあえずこの1個で入れるところでセーブしよう。お邪魔します。で、これで保存中と。どんなあれですか?で、これはそこまで難しくなさそう。とりあえず1、2、3。
オッケー。ストックばっかなんだね。ストックあんまいらない。で、これ。これで新しい、おー、きた、すっげーアクティブが。アクティブのスキルがめっちゃ増えた。なんだろう。候補者になりすまして身元を隠す。意味わかんないです。8秒間自分の分身。8秒間姿を消す。ああ、これも面白そう。5秒間追っ手が見えるようになる。目が白く見える。なんかこれちょっと使ってみたい気もするな。記憶が近くにあるとき、目が白く光る。これちょっといい。これちょっとやってみよう。目が白くっていうのは、あ、右下のアイコンが白く光るのかな？自分の目見えないもんね。とりあえず。え、来てる来てる。来てた、今いた、いたんだけど。この中入ってくる？ビビった。開けたらいるっていうのやめてほしい。多分あれ閉まってたら、やばかった。あ、調べられる。うわ、来てた。メモリーあった。あ、今メモリーが近くにあって、右下のアイコンが白く光ってるね。あ、そういうことか。でも、これどこまでの距離が反応するんだろうね。とりあえずメモリー見っけと。あ、あったー。やばい、いけない。なんかいけない。あ、いけたー。あ、こっち来てない。来る。来るぞ。で、ここにメモリーねえな。来たあったー、ここだ。で、これちょっとあれだな。1を消して、で、ちょっと待って、ここに。ただ入っちゃうとね、増えちゃうんだよね、敵が。一旦いいか、入ろう。おお、何？なんか書いてあるんだけど。赤い。ボディを等しくする。ひとしくん人形ですか。で、01、ボディを刺すって何？刺すって何よ。遺体があって、ここに刺す。いい、とりあえずいい。うわ、ナイフを取る。え？どういうこと？ははは。意味がわかりません。しかもこれでピローンってなるわけじゃないっていう。ボディを等しくする。刺してこいと。あ、なんかあるな。あったあったあった。やっぱり。今、目が白くなって、近くにあるなっていう。だって一個。うわ、あった。とりあえず刺しました。刺していいのかな？おった。全部刺せばいいとかそういうことじゃないのかな？等しくって言ってるから。ちょっとね、謎解きはね、わかんなすぎて、で、かつね、フラッシュもなくなってきちゃったんで、このビーコンをね、ちょっと使っちゃいたいと思います。ここになんかヒントが出るんだけど、それぞれの体には数値があります。これ1ね、1とかね、18とかね。ボディを刺して、
ボードに表示されている量を増やしましょう。ボード？あ、そういうこと？あ、51になんないといけないってことか。ちょっと待ってね。あ、いや、これは今関係ないか。51を作んないといけないと。今まで、まあ、ここのね、ステージぐるっと回って、1とか、1ももう一個あって、1と3と6と18があったんだよね。それを足して51になんないといけないってことか。ああ、そういうことか。そしたらは、多分18、18、2個あって36。で、6も1個あって、6、2個あったかな。で、48でしょ。で、それに3刺せば51。ああ、そういう感じかな。じゃ、これ刺さなくていいのかもしんない。これ刺してのバージョンだとちょっとわかんないけどね。ちょっと行ってみよう。で、おお、これとりあえずこの18、18は OK にしよう。足し算ってことかな。で、1、これはいらない。とりあえずいらない。ここはいらないっていうことか。18、18はやったから、あったあった、6。6は2個刺す。そういうことかな。あ、すぐそこもあるね。これなんだ。3。3は1個刺す。で、18。これいらない。あ、来たよ。これでいいんだ。来たぞー。で、1番に行くと。1番。どこだ？あそこ。いやー、ヒントなかったら厳しかったね。怖っ。来た。オッケー。ふう。で、次、2番に行くんだよね。で、これはなぜかもう埋まってんだよな。よくわかんない。チェック。終了。いますか？あー、で、これか。いる。アイビー。アイビーって言うんだ。アイビーかわいい。うわ。背中が。で、これは OK だから、で、ここ1番で2番に行きます。3番があれだからね。2番。別な敵もいるんだろうな。違う、これは新しい敵じゃない。うわ、あ、これあなた新しい敵ですね。ちょっとだけ、くそ。もういいです。どこ。2番。あ、結構遠い。
フラッシュフラッシュフラッシュください。あったあった。ここでちょっとね、集め直さないときついからね。あったあったあった、フラッシュ。来てるね。いる。来た。来てる来てるけど入っちゃう。あーきつかった。でまたあれですよ。ただね、今回ね1個メモリー見つけられなかった。14個か。はい、でちょっと再生と。全く意味わからないです。ギリ見れる。送信。あーだよ。あーなあ。あれ、目の修理選んだっけ。オッケー。あ、やっとチャプター5か。長かった。おお、なんかいいね。Four down. You're almost there. I see everything is stabilizing. Tell me about your daughter. She had a hard life. I wasn't there enough. She was going to grow up to be the perfect daughter, and we were supposed to see the world together. Your life wasn't suited for her. Everything I've done was for her.はい、というわけで今回はこれで終わりたいと思います。いや、今回ちょっと謎解ききつかったな。まあ最初からビーコン使えばよかったんですけど、なんとなくねビーコン今まで使わないで来てたんで、ビーコン使うとなんかあれなのかなと思ったけど、ビーコンでヒントが表示されるみたいなんで、それで助かった。あれがなかったらきつかった。でちょっとチラ見して、知りません。知らないところなんで。はい、というわけで今回これで終わりたいと思います。では。